はい皆さんこんにちは村長です。スタジオワンのバージョン6.2これが出ましたね。今日は最速レポートという感じでいち早く皆さんに新機能これをお伝えしていこうと思っています。まだ日本の方では YouTube の方はあまり出ていませんので是非とも皆さん参考にしていただいて便利に使いましょう。 大きな問題はなさそうです僕もやってみたところちゃんと動いていますので次のような項目に従って皆さんにお話を進めたいと思いますまず一つ目はエンドマーカーの機能に待望の停止機能というのがつきましたこれはとっても皆さんが待ち望んでいたことだと思います例えばこの ところにエンドのマーカーカがここにありますよね。今まではこのエンドマーカーがあってもですね再生したまま忘れていたらですね小説番号が500とか600とかそんな感じまでずっと進んでいたことがありましたとっても困ることはないんですけれどもこのエンドマーカーに停止機能というのがつきましたエンドマーカーのフラッグを右クリックします するととマーカーカで停止というこんな機能がありますこのチェックを外しておくと今までと同じようにスルーしてそのまま後ろまで再生していきます。でもこのチェックを入れてください。そうするとエンドマーカーのところで音楽が止まるようになっています。ちょっとやってみましょう。はい。このように きっちりり止ままるようになりましたこの機能もぜひとも使ってみましょう。2つ目なんですけれども、オートズーム機能というのが案外便利です。例えば今このようにトラックが見えています。横幅の拡大縮小はこのように広げることができます。これは 上の小説番号のところをマウスでクリックして下の方にすると拡大上に持っていくと縮小という感じに横は広がりますもちろん縦の方も広げたり狭めたりというのはここの小さなアイコンでこのように大きくしたり小さくしたりというのはできるわけですでもここでファンクションキーの3番これを押すと ミキサー画面が出ますよね。コンソール画面とも言いますけれども、それを押したらですね、もちろんトラックは見えなくなったりするわけです。これがとっても便利になります。皆さんは多分ですね、今日まではこれをちょっと小さめにしておくとかして、なるべく見えるような形で、これも適度な幅、 最低これぐらいは見えたいなというような幅でうまくやりくりをしてたと思うんですけれどもそれが簡単にできるようになりました実際ファンクションキーの3番を押さないこの状態だったらもう少し大きくてもいいじゃないですかこのように見えてるとすぐに編集に書かれますよねでも新しいボタンがここにつきましたこのところをクリックして青くすると 画面全体が収まりやすい大きさになるんですけれどもこれにも機能がありまして長押しをするとですね垂直方向に自動ズーム水平方向に自動ズームそしてフルに自動ズームいわゆる縦横にできるということですちょっと縦横にしておきましょうそうするとですねインスペクターとかこういうのを消していったりするとそれで出てきたり 広がったりしていきます例えばブラウダーもするとこれで全体が見渡せるようなサイズになってくれてるわけですこの状態でファンクションキーの3番でコンソールを出したらどうなるでしょうかはいこのように狭くなってくれますするとこんなふうに棒状に縮まってくれるわけですね こういう風にしておかないと、ここにインサートするようなエフェクトをたくさん入れぬくいですし、やはりこのミキサーはなるべく縦に長い方がうまくいきます。また、ボリュームを見るときも、このフェイラーをちょっと長めにしたいですよね。こんなようなときに、今度はこのコンソールを消したら、すぐにガーンと広がって、編集がすぐ始められる。 そんな感じになるわけです。ですから、この機能は案外便利ですね。ショートカットキーを覚える必要もないですし、この上にボタンがついてくれたので、これだけで機能のオンオフができるようになりました。とっても便利です。ミキサーだけではありません。このように MIDI のトラック、これをダブルクリック、もしくはファンクションキーの2番を押せば、これが このように出てきますがそういう時も上のアレンジトラックはこのように細くなってくれますそして閉じればパッと広がってくれますこの機能もぜひとも使ってみてください今度はクロスフェードについて便利になった機能です例えばこの辺でどん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 切っていきますこんな風に切り切らんだ時にちょっと拡大しますが まあこういうふうに上手くなっておればいいんですけれども、つなぐところはクロスフェードにしたい部分があります。例えば、ここなんかですね。自然につなぐのにはクロスフェードをうまくやりたいという時があります。こんな時も、このように全体を指定しておきまして、一発で X これを押すと、このようにクロスフェードがつきます。 ちょっと見てみましょう。このようにクロスフェードの機能が強化されました。次は MIDI のトラックについてのお話です。ここに簡単なトラック、3つしか音がありませんが、こういう MIDI の音符があるとします。その時に、今赤いのと青いのがありますよね。今までも音程によって色を変えることができました。 それはノート色というところの「ピッチ」というのを押せば各ピッチで色が変わるわけですでも新しくできた機能というのはこのように「スケール」というのになります今はスケールが F メジャーになっていますこれを C メジャーにちょっと分かりやすく変えますはいすると青色になりましたねいわゆる発見のところにあるから こうなってるわけです。もしこれがですね C メジャーでは通常使わないような黒剣のところに持っていったとするとこんな風になって赤でこれはスケール外の音になりましたよ気をつけてくださいねというような感じで初心者の人でもスケール外の音であるというのがわかりますこれがわかれば メロディーを入れていったたりりそのチェックをしたりするのも便利ですメロディーを入れるのにはスケールのところでですね鍵盤のところにチェックをこのように入れておくと嫌でも発見のドレミにしか入りません C メジャーだからですこうやってメロディーを書くと嫌でも このように発見のところにしか置けなくなります。それを胃腸などをして、例えばこれが D になったとします。そうすると、この最後に入れた音が D メジャースケールには通常は使わない音だよということで、使わないわけではないですけれども、チェックができるハーモニーを作ったりする時にとても便利な機能です。 色で表示してくれるようになりましたこれはですね他の DAW とかではもう当たり前だったものもありましたので最新機能というわけではありませんがスタジオワンユーザーの初心者の方にはとってもいい機能になったと思いますそしてちょっと面白いことができます例えばここで適当に音符を並べておきます こんな風にあったとしますそしてここのモジュレーションここまでしかないですけれどももう少し後ろの方まで書いておきましょうこんな形でモジュレーションのオートメーションを書いたとしますねそうしましたら新しい機能こんなボタンができています上2本線で下グニュグニュみたいな感じで これをチェックしておくとですね上を選択しただけで下も選択できるようになるんですそうしますとこれを伸ばします伸ばすというのもこれも新しいのかなちょっと6.1でついてたかっていうのは覚えていないんですけれども Alt キーを押しながら一番最後の音を伸ばしますこういうい風に伸ばすと、 タイムストレッチがでできるわけですねここで話しますとはいこのように下のオートメーションが上と追従してですね並べてくれるわけですですからもちろん短くなる時もうまくいきますこんなふうにオートメーションと音符がうまく midi ででも連動するようになりましたこれは 今回のアップデートでは一番目玉機能かなと思います今までではできなかったことですのでこれも皆さんもテストをしてみてくださいそして次はあまり皆さんが使わないかも分かりませんでもプロの人とかにはとっても重要な機能です今までは入力コントロールというこれを入れるとですね曲線の反転用の こういういボタンがあったんですそしてこれを押したら両方が反転するということはあったんですが片方だけを反転させたいというような時はシフトキーを押しながらすると片方ずつだけこのように変更ができるようになりました。極性反転というのは なかなかアマチュアさんとかでは理解しにくいところだったりすることもありますどんな時に重要かと言いましたらドラムのスネアなんかは上からそして裏からこういうようなマイクのセッティングをするようになりますマイクがお見合いをしているようなな状況なんですねそういうふうにした時に曲線が当たってしまう場合があるわけですそうすると 音が異様に小さかったりということもありますのでこれで曲線を修正することができます。歌詞の自動割り振り振機能これが良くなりました。英語でも日本語でもうまくいきます。ここに水色のトラックがあります。簡単な8分音符が適当に並んでるメロディーですけれどもこのメロディーに何か意味があるわけでもありません。8分音符を ただ単純に並べただけですこれに歌詞を入れたいということがあるとしますその時はこのように譜面こうして出すといいわけですこのように少し大きくしておきますそうしましてここに8文字になりそうな言葉を入れましたあなたがいたからというような歌詞があります これに入れるときは通常日本語歌詞というのはこれをひらがなにしたりします。ひらがなにする方法も皆さんにヒントをお教えします。これをコピーしておきます。そしてまた概要欄にも貼っておきますけれどもこういうひらがな変換ツールという無料のサイトがあります。ここにかなか字混じ,じりの歌詞を貼り付けます。 あなたがいたからこのようになりましたねそしてちょっと下がりましてひらがなに変換というボタンがありますのでこれを押しますそうしますとこのようにひらがなになってくれたわけですでもスタジオワンの歌詞機能というのはもし音符に分けるんだったら半角のスペースが必要ですこれは今流行りのチャット GPT に 任せてみましょうこれをコピーしますそしてチャット GPT を開きます僕の場合はプラスですので GPT4 でやりますけれどもここにプロンプトを打ちます下記のひらがなの文字間に半角スペースを入れてという風にしますそしてここにこんなひらがなを貼り付けますプロンプトを投げかけますはい。 そうしましたら、もちろんです。以下がその結果です。ということで、半角のスペースを入れてくれました。これをコピーすればいいことになります。スタジオ1の方に戻ってきました。そうしまして、この左の LYR と書いてある、リリックということですけれども、歌詞機能です。これを選択しまして、音符の下の一番先頭のところを カチッとと、押すこここで文字入力画面、れになりますのでここでコントロール V というふうにするとちゃんと音符の数に分けてこのように入力してくれるようになります。もうお気づきかと思いますが上の方に歌詞のトラックこれがありますのでここであなたがいたからというふうにちゃんと入っています。もちろんこれ小さくしすぎると、 このように重なるようになったりするんですけれどもちゃんとこうやって8分音符の上にうまく並べてくれていますここで若干修正をしたりということもできますし消すということもできますはい消しましたもう一度コントロールデッ z で戻しますこのように歌詞の機能がとっても楽に入れれるようになりました もちろん英語歌詞であってもスペースでちゃんと送ってくれて英語の場合文字数が変わったりしますね例えばこんな3文字入ったとしますそうしたら今ちょっと広がったのが分かりますかまだもう一つ文字を入れましょう4文字になりましたそうなるとはいこのように音符と音符に 若干隙間を作ってくれましたこのように自動でプロポーションを変えてくれます便利ですねですからこれも皆さんチャレンジしてみてください今度はあまり皆さんが使わないんですけれどもマクロオーガナイダーの機能がとっても良くなりましたスタジオワンからマクロオーガナイダーを出すんですけれども 良くなったのはここにショートカットという項目ができたわけです今このマクロにはどんなショートカットが入っているかこれがわかるんです今まではそれがわからないものですからショートカットの画面を出してここで検索をしたりとかしないといけなかったわけですでもマクロオーガナイザーの画面からこの行をクリックしてですねショートカットというボタンがありますので こうするとすぐそこに行ってくれるようになってキーボードショートカットを変更したりとか新たに追加したりこれができるようになりましたマクロを扱っている方にとってはもう本当に嬉しい機能だと思いますでは最後の機能をお話ししたいと思いますこのようにエフェクトのブラウザ画面を出した時に今までお気に入り というのはあったんですけれどもここにイベントエディターというこんな機能ができましたその中には大抵の皆さんはメロダインが入っていると思いますもちろんプロフェッショナルバージョンであったり自分が任意に勝ったりしないと入っていないわけですけれども今まではここの機能にですねコントロール M を押すとこのようにメロダインがかかったわけです でもこの機能だけじゃなくって今までのインサートと同じようにこれをこのようにトラックにドラッグするそれだけでこのように表示ができるようになるわけです今やったところはこころはです通常のエフェクトとかと同じようにメロダインを扱えるようになりましたこのの機能というのは いわゆるイベント FX そういう機能と同じということになります是非ともこの方法も便利ですので今までのコントロール M もしくはコマンド M ですねそのやり方以外にもこういう方法に対応しましたので皆さんも一度チャレンジしてみてくださいおさらいをしますもう一度今日のメニューを出しますエンドマーカーの停止機能がつきました オーートズーム機能が便利でですすクロスフェイドを一括で入れれますそして MIDI の初心者には便利なスケールで色分けをするような機能がつきました次に MIDI のオートメーションが連動できる機能がつきましたあとインプットの曲線これをシフトキーを押しながら変更すると片方ずつ変更することができます歌詞は 自動で割り振りもできますし今日はそのひらがな歌詞をうまくスペースを入れるのにチャット GPT を使ったそういう例を紹介しましたそしてマクロとショートカットキーこれが連動して便利に設定ができるようになりました最後がメロダインが通常のインサートと同じようなやり方で入れれるようになった これ以外にもまだあると思うんですけれども僕が見た便利な機能スタジオワン最新の6.2のレポートとなります皆さんも無料ですので是非アップデートをして使ってみましょう尊重スタジオでした